私テストなんてやいよ。あ、ジェラートが来たわ。ジェラートも一緒に帰りましょう。カスタードはいつも勉強頑張ってるから100点なの？私、今日のテスト100点だった。私、実はまた0点だったの。恥ずかしいわ。私はまた0点だったわ。だって全然勉強してないもん。私全然勉強できないから、誰かに家庭教師お願いしたいわ。かっこいいイケメンとか、私の先生になってくれたらいいんだけどな。はい、僕はハス。とっても可愛い子ちゃんを見つけたから来ちゃった。僕が教えてあげるよ。僕はすごく頭がいいんだ。これからカフェに行くんだけど来ない？こんなかっこいい人に勉強教えてもらえるのよ。私は行くわ。そんな初めての人についていくなんて危ないわ。これで見たらどうすんの？私行きたくない。遅いわね。確かハンスっていう名前だったわよね。名前も本当にかっこいいわ。あんな人に勉強教えてもらえるなんて、私ドキドキしちゃう。キュアカスタードも来たらよかったのにね。へい、かわいこちゃんたち、今日も相変わらずかわいいね。ちょっと遅れちゃってごめんね。私たちも今来たとこですから。僕は大学にも出てるし、本当に頭がいいんだ。僕に教えてもらったら絶対100点取れるよ。うっそ。ハスさんって教え方本当に上手。私なんか分かってきた。ありがとう。それにしてもハスさんってかっこいいわね。ただでなんて教えないんだよ。それではお金をもらおう。ただでなんて教えないよ、僕は。1000円だ、1000円。今すぐ出せ。